복샷. J リーグ。よし。95や。さて、今回はトレーニング A。5分ハーフ。マコトマトラス。ある、どっかにはあるんだよ、家の。で、ケーブルもどっかにはあるんだけど。使いたい。1対2。俺前エスパルスしたの。アントラーズ行こうかな、次俺。じゃあ俺、裏技使っていくか。裏技じゃあ裏技使うわ。上でもいいんかな。どこでもいいんだけど。ホームタウンズ。もう、いいだろうね、このまんま。鹿島くんとか市原くんとか。横浜だけひどく見せたよ。横浜。よし、OK。サントス。もうジーコいねえし。ヨシユキか。長谷川ヨシュゲに見えたし。アントラーとこセント君の差しが先駆けやろ。よし。これファールねえんだよな。当たり前のこと言ったら。ファールあったらこのゲームじゃねえよ。うまい。よし、まず1点。あーよし。よし。すごい、なんだ今の。ここでやると、ちょうどキーパーがこう抜け出すようになるって決まってて。そこ。ずるい。てか俺のクリアが中途半端すぎたな。クリア X でするべきだぜ。早っ。よし、10秒でいってる。こわっ！あ、やばいやばい、誰ボーラー。それも入るんだよ。どうす？取らしといて、呼んどいてドーン。よし。クソ、鹿島くんね。俺の分身のくせに。基本タックルしか使わなくなるよね。浦和くん、くそ反応良すぎやろ。よし、いける。ボールに行かなくて、ボールに行かなくてもファールにはならねえ。なんで二人同時にすんの。誰もいねえ。バックパスよ。じゃあもう一遍もらおうか。大変なゲームだよ。やべ、持ったら殺される。やっぱヒールリフトからの得点を狙った方がいいかな。あ、これまずい。うわほら。なんだこのサッカーてか、そっちめちゃめちゃ絡めただけだ。早すぎるだろ、キャラの性能。平塚くん。恥ずかしいだろ。恥ずかしいだろ。ほら。ほら。もうサッカーじゃねえな、これ。ひどいな。A ボタン軽く押せば押すほどどこまで飛ぶの覚えてるかい。覚えてません。くっす。バックパス。バックパスだよ。よいしょ。ああ、鹿島くん勘弁してくれよ。あ、また斜め向きやがった。まあいいか。あそこの一番下から右向きで X の超押しを成功するとこういいところに行く。うまい。さすが古川さん。誰？誰？カーブだ。普通のシュートが入らすぎやん。キーパーがうますぎんだよ。いや、まあ、そら。なんかグダグダだな。もうほんまな。返せ。返せ。ここだ。ここじゃねえ。ここでした。ここですか。あ、やべ。これは。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よし。よかったのに。キーパー。ですよね。もらってね。
うまい。やろう。来た。また斜め浮き上がって。ちょうどいいところでキーパー止まれる、あの1回目の得点のあの位置を。よし、いいとこ行く。いいとこ行きすぎだろ。なんだこのゲーム。うわーし、うわー、ナイス判断やな。届かん。どうしようか。これミニゲームじゃねえよな。ちょ、誰もいなかったんだけど。これあれかな、フットサルの走り。そやな、フットサルはこんな痛いゲームじゃねえけど。フットサルはこんな痛いゲームじゃない。ちげえよ。ナイスカーブ。浦和くん、ミスター横浜。あー、もうロスタイムだ。よし、これ俺しかいねえ。やばい、これ入ったの。よーし、入ったところが大ピンチだ。おい、よし、行くぞ本田。また斜め向いた。よーし、あー、10点ならグダグダだな。俺これ10点ぐらい入れたんだけどな、昔得点入りました全部覚えてて。ミスター横浜、よし、ミスター横浜ここに散る。柏君、やばい。あっ、嘘嘘やろ。そう、そっちの方が入りやすいんだよこのゲーム。反応がバネーよ。シジバルかよお前。よし、これはいけるいける。よし、そっち向いちゃダメだっつってんだろ。よし、あー、ラッキー。あれで斜めに蹴ったら絶対入んのに、このゲーム大体そのパターンなんだよな、このゲーム。こうですよね。よーい、そこだ。そこですか。やめやめ、頼むね。なんで戻ったんだよって一番ね。にゃんにゃんじゃねえよ。そんな可愛いほら、まだ動かねえじゃねえか。バッて、おー、キーパー超反応。こうだ、逆でした。わざと逆にしたんだけど。あ、逆だった。これは逆でした。お、うまい。何をもってうまいんだろうか。今度こそこう。よーし、かっこいい。すげえ。今のこれリプレイ見るしかねえでしないでしょって感じ。オーバーヘッドのパスをボレー。そう、かっけえ。ありえねえ。ゴール、うまいな、かっこいい。よし、よしじゃねえ、だいたいロングボールの続くだけという。相馬さん早いぜ。たった1回のミスで終わり終わり、わざとわざとに。誰もおらん。ひでえな、ほんま。やばい、ラッキー、抜かれた。この辺でうろじょろしてる。ちょっと時間稼ぐわ。いった、やべ、うん、くそ。よし、狙いだ。
ナイスバスパス。ミスター横浜の危ない、ミスター横浜にやられるとこだった。古川さん、折れちゃう穴を入れるときも時々あるけどこれは、ちょよかった、カーブされてたら入れられてたな。あ、そんなことはできたな。やったはぁ、やった、石井さん、はぁ、再現 VTR、 再現 VTR じゃねえけど、先読みシュートやろオーバーヘッドしてたし先読みかよ、うめえな。あと5点ぐらいいるか、1分で起き上がれってナイスパス。あ、キーパーのうまさは異常。失笑パターンを。危ねえ危ねえ、また来るまた来るまた来る、 I'll be back だ。ふう、こうなったらキーパーは余裕だよ。あ、やべ、10秒に1点入れな10秒に1点入れ、どか出ねえぜ。あばい、おお、高すぎた、高すぎたんだ。まあそっち向いちゃダメだっつってんのに、これ勝ったな。近距離からのシュート止めるのかよそっちじゃねえ。ありがとう、ナイスパス。ロスタイム1点は入れておきたい。チめちゃくちゃやな最初チャンス頑張れ、1点は入れるんだ、1点入れた方の勝ち。自分ルール発動入らず、ロスタイム投げだ、ファールねえのにラストチャンス、ラストチャンス投げて、ロスタイム長っイエーイ、あー凄げーだよ。こんなタイミングで試合終了するかっていう。サントス、あ、ボロ負けや、ちょっと余裕すぎたかな。ふう、モードセレクト戻るのが A で、せっかくだからトレーニング B も、うん、覚えてる？覚えてない。一人用じゃん。そうそう、一人用で、俺これ20円で勝った時に1回目のプレイでこれ更新したから、うんのうまさを見つけてやるぜ。プレイヤー終也、おらおらおら、微妙に詰まってるし、一個ずつ対戦よっ、ここで得点出るから分かる分かる、競争できる。84点すげえ、かぜ吸い込んでできる。違う違う、普通に一周してから合計得点勝負、はい、でコーナーキック。覚えてねえよなこれ、こうだから R だな、こんなもんか。いまいち手で入れときゃ安心みたいなね。これもあるだな、時々逆側に向かって思いっきり飛んでいくんで、これぐらいか。やばい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 、0点なんだよ、外すと前の人どんだけ下だったんで、14点ぐらいだったなL だな、よっ、ギリギリすぎる。真ん中でいいんだよ、真ん中で。これがさっきのこの向くよりちょっと手前ぐらいかな。残念。ええー。こうだ。よし。昔これ俺480点ぐらい取れた覚えがあるんだけどな。ちょっとこれむずすぎだろ。さすがに。これぐらい。無理だろこんなの。どうしろってんだ。ボーリングで最後の1ピン残った時みたいな感じ。それまた難しいな。あ、だ。
뭐, 콤만 이리로 가요. 아마 아무리 큰 이세더니 適当に 골을 ぶち込んでた方が 다분 得点 高いな. 그래 勝ちましたね. 普通に 골을 ぶち込むか. うまい 10点. ここで 離される 感があるな. そっち 見てるもんな 俺の. ケル足によって微妙にカーブもかかったり前の人どんな下手なんだろうなこれショボーンセービングこれもむずいんだよこんなん取れるかいコンピューターがどんだけうまいかやなコンピューターのうまさ異常だけど自分で使うとかなりきついっていうそんなもん取れるわけねえだろこれだけは運なんだよ これ10本ぐらい止めてよ 10本ぐらい止めてやる イエーイヒャッフーよしバーカメゼロか10あの弾いてコーナーキックにさせるとかそんなのもあったとかで向こうが外すとまた微妙に得点減るからさかえってイラッとする逆が飛んでる<笑>どんだけ難しいんだこのゲーム てかさ、このゲームさ、人に比べてゴールでかすぎだろ<笑>よしふぅ、20点あと2回よしなんで外すときもそんな微妙な枠から外せよ、せめて うますぎるなんだこのゲームふぅ抜いたよ抜いたお前の人フリーキックあめちゃくちゃ簡単じゃん B のカルシュートの方が楽なんだよフリーキック楽なんだよカーブとかかけなくていいし余裕やん余裕なんだよフリーキックは矢印の場所だけ覚えておいてそうそうそこに B で浮かんできゃいて 簡単なお仕事ですあ、来たな結構せめてそこで止めるのねえだろせめてさっきもここまでしてほしかったんだけどあ、こんなん入れてくれと言わんばかり向いてんじゃん、スネーク向きすら向いてたじゃねえかさっき B ボタン押すだけだってこれは ちょっと上から普通にダメだなちょっと色気出した途端こうだこれも普通に B で蹴ってるやつ完璧に合ってんだけどさこれもさこのまま何もさず B でいいんじゃねえのダメだったダメだったラスト無茶これおおうまい途中の無茶が効いたな ほら、前の人、なかなか、やっぱこれ簡単だもんな。ヒールリフトが LR 同乗し 1、2、ちょっと待って 意外と難しいよな 3 うまく一瞬走ると連発ができるっていうなんでさっきの胸でドラップしたの 10回 何点おーしよしとりあえず前の人余裕で更新したけどさあこれに勝ったらドンベンの勝ちと抜きましょうか記録更新です ABC いや前も俺 ABC すでになってるなこれより低かったのよ252点より低かったんだ前の人更新さあやってごらんなよテストドリブルは簡単だから稼いでおきたいところだよいきますよ これはドンベうまいやばいやばいやばいこれ100点いかれるんじゃねえのかあ、詰まったこれはやばいあ、詰まったこれファミコンだからツーファミだからねあ、ちょっと負けてるよし3点リードアナログスティックとかしてくれたらなこれむずいからこんなもんでしょヘイ<笑>
うっし、ふざけんなよ。ちょっと A ボタン長く押しすぎたんじゃない。また難しいところ来た。いや短めにしすぎると今度カーブが全然かかんないんだよ。難しい。高くするとカーブかかるけど上に行きやすい。あ、これ一番簡単なやつ。普通にど真ん中にぶち込みゃいい。こんな感じ。そう、だいたいど真ん中やるとちょうどど真ん中ぐらいいく。それで全部ぶち込んだが多分得点高いよ。マジな話言うと。ちょうどこの向きが変わるところでアローしながら蹴りを、マックス蹴りをし続けて、普通に入れ続けるのが多分一番得点高いと思う。7点、8点あたりを。あたりを。もうそれ、矢印の向き無視して。だって狙ったら入らねえんだからさ、じゃあ初めから全部ど真ん中に入れ続けた方が得点高いかな。なるほど。でもそれされると俺負けるからな。あ、これは、それが正しいんだからいいんだけど。こういうのとかはもう普通に真ん中に入れるとちょっともう辛いなっていう。お、奥行った。あ、全然関係ないときで。え、全然曲がらへん。そう。こうやって無茶してもらえると俺も助かる。全部真ん中入れられたら勝ちようがない。さすがにそんなことせへんねん。ち。よし。そうな、ほんと、このほんのちょっとの差が。よくこんなもんで100点取ったな、昔。あ、普通になった。よし。あと1回か。端っこだ、ほら、絶対普通に見えてくるぞ、これ。難しい。絵を短めに押すとか、その辺がいるんだよ。よしよし。微妙に負けてる。セービングのムズスは、重いしで。取ってやろう。スーパーグレートゴールキーパー。うわ、今惜しい。てか、解像度的な問題もあるのかなっていうぐらい、きつい。姿見えた瞬間ぐらいにもう向こう蹴ってるじゃん。これ考えろ、ほとんど。せめて、キーパーの位置移してほしかったな。ああ。な、難しいだろ。マジかよ、これ。ほんとむずいんだよ。うまい。おお、あれはコンピューターがバカだって。俺を褒めろ。よし。だってさ、PK ですら 80% は取れるっていうのに2人いんだぜ、向こう。こんなん取れるわけねえじゃねえか。オッケー、次止める。見切ったわ。どうして、もうワンマンチャンス。ワンチャンあるよ。そう、なんか斜めから来るとパスしないのこれバカだから。やばい、これ以上取られると俺はやばい。よし、3本だと。やべえなー。いやー、4本。イエーイ。4本ぐらいで調子こいたからじゃ困るぜ。何本だよてめえ。2本だよ。よし、やべえな。しかもフリーキックもさ、先に俺やっちゃってるから B の軽いの出てバレてるしな。イエーイ。あ、これ負けたな俺。自分の家で蹴りやがったな。いや、 B 何欲しい。フリキー無茶しなかったら大体これ100点取ったことあるし、これ。簡単なんだよこのゲーム。あ、遠い。ちょっと分かりにくい。適当に蹴った。うまい。ちゃんと合わせた。大体合わせた。こうねんじゃない。Bボタン禁止。まあどう、フリーリフトじゃねえ、ヒールリフトで失敗しまくるさ。しませんけど。一応、あれだよ、ヒールリフトは、1は隠し技だった。1だよね、94か。あ、そうなんや。94だっけ？そもそも94が最初だっけ？ 93 だっけ？知らんよ。近い。でも、こんなフリーキック現実でされると、よし！よし！必ず壁に取られるけどね。うん、いや、100点も諦め逃れたか。そんな難しくない。あ、ずれた。まあいいでしょう。やばいな、ミスりまくるがよい。もうほぼ負けてんだけど、すでに現時点で。俺10回か。もうこの数勝ったら俺の勝ちでいいや。え、そんなルール。俺のスーファミのコントローラー壊す気か。2回出されると。
よし。あー、引き分けか。引き分け今最後のゲームだけだ。余裕ですね。全勝利は480点取ったテクニシャンと呼ばれるよりも近いでしょう。近いな。どうする、ドンベイってあんのか。 DON でドンドンドン。やべ、消された。これ ABC に戻してやらねばよし。けど抜くの別に割とそんな難しくないコーナーキックを無難にして、そうそうそう、あとセービングの運ゲーか。ちょっとドリブルだけ抜かしてやろうぜ。もう2回目なら余裕な気がする。よっ、お、うまい。よっ、あ、どうだ。うん、90点ぐらい。あーし、うわ、満足した。あー、ちょっと満足しておこう。リベンジする気か。リベンジ。だ、残念だったね。昔のゲームだから似てないとかなかったぜくそ。その後はうまくいったのにな。後半良かったな。似てないなかった。さすが昔のゲームだよな。よし、とりあえずまあ一勝一敗で満足しとこうか。そやな。痛み分けと。じゃあエキサイトステージ95、2回戦は痛み分けということで。95、これ95。じゃあとりあえず2回目は終了ということでな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。